呼びかけ文を朗読したいと思います。2011年3月11日あの夜のことを覚えてますでしょうか。あの夜ほどバラバラになった家族の安否を心配したことはありませんでした。その後に続く原子力事故でこの国の未来を不安に思ったこともありませんでした。電気がつながること、電車が走る当たり前の日常がありがたかった。そんな中、お互いのぬくもりが、優しさが嬉しかった。あの時私たちも被災者でした。あの日から2年、私たちは集います。東京タワーのふもとでキャンドルを灯し、共に手を取りましょう。犠牲になられた方々に追悼を捧げ、今まだ困難にある方に心を寄せましょう。そして一人一人の力がこの世界を、この社会を明るい未来へ導くことを信じましょう。また一年、一つ一つできることから始めましょう。今日は311東日本大震災市民の集いキャンドルライブ一つ一つにお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。寒くないですか？もうちょっと寄った方がいいんじゃないですか？まあ、キャンドルの明かりが暖かくこう皆さんの迎え入れて、まあ、あの今頃の2年前の、ね、時間、皆さんどうしてたかと、本当に2年前の自分を心配するようですけど、お互いにね、今日は3月11日ということで、お昼はですね、私日比谷公園の方でやはり市民の集いピースオンアースというイベントをさせていただいておりまして、今日は夕方はこちら東京タワーでということで、皆さんと一緒にひとときを過ごしたいと思っております。2時46分日比谷公園にはたくさんの人が集まっていただきました。共に手を合わせ、目をつぶり、黙祷を捧げました。その前後ではいろんな話をね、させていただきました。いろんな方がゲストに来て、これからの社会、これからのエネルギー、食べ物の話もそうでしたし、いろんな暮らしがどうなるか、もちろん東北、福島、これからどうしていけばいいかっていう話をですね、2日間にわたり、ステージで話させていただいています。もう終わったのかな、終わったでしょう、19時ですからね。キャンドルライブはあっちでやってますけども、今日はこちらでもキャンドルライブということで、で今日はですね、見上げてごらん東京タワーをということで、ちょっとこちら角度が悪いですけどね、ですね、絆新たにという光のメッセージは昨日と今日、18時半から今日の夜12時まで、この明かりが絆新たにということで、浮かび上がっております。多分帰りにちょっと見上げてごらん東京タワーでですね、見上げて言葉をね、皆さん確認できるかと思いますけども、今日の消灯は18時半でね、その後20時ぐらいからポッとね、ちょうてっぺんだけろうそくのように明かりが灯るそうなんですけども、そんなことも帰りに確認していただければと思います。今日20時までちょっとひとときですけども、皆さん会社帰り大丈夫ですか？ご家族は、ご家族で一緒にね来られた方はいいですけどもね、ちゃんと家族に行ってきていましたか？ね、なんかこう今日ね、ここで起きたらさ、皆さんね、また帰宅難民になった時、あれ家族こんなほんほんとねキャンドルなんかやってんじゃないよみたいな話にならないように、まあね、来れる方が今日集ったということで、で、東京タワーのちょっとね2階にですね、今大船渡津波博物館、津波伝承館ということで、今日気仙沼の、ごめんなさい、大船渡っていうので気仙沼もないですね、大船渡で、ね、オープンしたそうです。でその紹介コーナーがですね、東京タワーの2階にあります。東京タワー大船渡と、ゆかりがあってですね、さんま祭りっていうのは秋にやるんですけど、後ろ、これちょっと暗いからね見えないけど、大船渡の
そういう大漁旗と、上にはですねちょっと風がなびいてないからあれですけどね、さんまのぼりというですね、こういうのぼりじゃないですよ、さんまのぼりというのぼりがあのかかってるそうなんで、もし晴れた日東京タワーを来ることがありましたら、ぜひさんまのぼりと、また今年の秋にあのさんま祭りをやるそうなんで、ぜひさんまを食べにですね、あのこちらにお寄りいただければと思います。私あのアースデイボランティアセンターの八田と言います。自己紹介の前枕言葉がなかったよね。3月11日震災が起きて、でどこかいい場所にボランティアセンターを作って、そこから人とか物とか、まあ、いろんなことをですね、支援のために動かせたらなということで、あの仕事の私の仕事の、まあ、ゆかりでですね、東京タワーさんに、相談したところ、あの心よくあのいいよということで、今扱ってないけどもということで、倉庫兼事務所みたいなところをですね、あの曲がりしましてですね、活動をしてきました。こちらご存知、またね、あ、震災起きたらってやだな、言い方やめよう、まあ、あのこちらですね、東京タワー見ての通り科学特捜隊じゃないですけど、地球防衛軍みたいな、ね、建物ですからね、何か被災者の方が何か困ったことがあった場合、東京タワーに行けばね、手助けしてくれるとか、あとはこちら、観光バスも止まるところなので、いろんな大型の救援物資のトラックだとか、そのボランティアバスを止めるには非常に都合のいい場所だったのもあってですね、毎週1回、週末に、天ぷらバスでボランティアのを石巻の方へ、毎週行ってました。いろんなことがありましたけどね、炊き出しだとか泥かきだとか、写真を洗浄したりとか、仮設の人にお米を配ったりとか、まあそんな、2年が経ちました。皆さんもそれぞれ東北に行かれたと思います。まあ、今日はお昼はね、2時46分はまあいろいろと亡くなられた方々に追悼を捧げたんだと思いますけども、今日は、まあ、夜は皆さんぜひ自分ご家族のためにですね、ここに集って温かいひとときを過ごしてください。そして僕のちょっと仲間を紹介したいと思います。鴨川から、歌姫が、来ました。八重です。八重ちゃん、こんばんは。八重です。八重さんはですね、実は僕と父と平和の祭典という日比谷公園でですね、毎年秋ね、はい、イベントをやってて、農家さんが全国から集まるイベントで、はい、で歌と食べ物と農業の話をね、うん、じっくりとできるような場を、そうですね、共に作ってるんです、はい、今年は10月の20日日曜日に日比谷公園で、そうですね、開催しますので、ぜひそちらも美味しいお酒があって、芝生の上で土の上で一日幸せな気分を味わっていただいて、 その先の幸せをみんなで考えられる、そんな、そうですね、3月11日は2011、あ、まあ、3月11日で2011年はとっても辛い年でしたけど、はい、秋には福島の、ね、農家さんも来られたりして、やっぱり今後農やって農業というものとか食べ物ということを、まあ、守っていくか、うん、いろいろと考えさせられた2011年の父の日の祭典でしたけども、まあ、でもやっててよかったなと思います、うん、八重ちゃんとね、うん、八重ちゃんは、ね、鴨川でね、はい、旦那さんが農家で、そうですね、私も今田んぼも一生懸命やって、腰がもう本当に痛くて痛くて辛いけど、でも食べるものがあるっていうことの、その本当に安心感っていうのがある、その場所さ、里山です、ね、本当の山の奥の棚田と、そうですね、畑をやってます。里山ですよ。本当に子供も2人いますけど。まあね、今都会とね、田舎っていうことで、うん、今日は都会でね、こうやって出ていただきますけど、はい、まあ本当に心ある皆さんに集まっていただいて、今皆さんもね、都会の中でやっぱり自然がね、恋しくなったりとか、ストレスの中でちょっと出かけてみようかなと思うこともあるので、ぜひね、八重ちゃんのところ鴨川にぜひね、はい、農業体験に、これから秋、あ、秋じゃない、春ですから、そう、ね、5月4日皆さん来てください、田植え具体的に田植えみんなでしましょう、泥にまみれて